あもう始まっとんやねこれはい、えー、2019年の合格目標あ宮口聡氏の理想と現実とは論文各問21年分について今日はねプロモーションビデオを撮りたいと思います。はいえー、それではねまあ,あこのチラシねよく見ると思うんですが、えー、どういう点に特徴があるのかをね え述べてみたいと思いますまず論文過去問対策講座なんだよということですねこれはもう紛れもない事実でそして21年分これはですね皆さんはっきり言いましょうここまで気合の入った論文過去問対策講座は他にあるだろうかないよということなんですよ あまあ一応疑問系にしてますけどね、うん、まあ今のところはもう、あのー、チャンピオンって感じでしょうね。えー、you are King of kings ってう感じですね。さあ,あそれで、あのー、理想と現実なんですけどね、うん、まあ理想まあ理想ですよそりゃ理想の答案書けるのに故障とないんですけどね。 あちょっと待ってください。あの、蛍光ペンがね、あの、ありがとうございます。ちょっとやっぱりせっかくね、ちょっといただいたやつを使った方がいいと思うんでね。うん。ありがとうございました。これ、これ、ちょっとね、いただいた人がいる。はい。あとね、先生、赤があのよくねえって言って、保在てるから、赤をくれたりして、あ、これか。このシュナイダーとね。ありがとうございます。うん。これも使うからね。で、とりあえず、あのー、まあ、理想のね、 えー、答案というものとそれから現実の答案って、あのー、どういうふうにね使い分けをすればいいのかっていう話をしたいと思うんですがまあ現実答案というのは仕事言で言うとですね、あのー、少なく書いて高得点を取ろうという取ろうぜというで最近の論文試験、えー、長文化傾向にあります。 特に特日は問題文が長い上、設問数が、ああ、問数や。や、裂かれている論点も多いと。うん。裂かれて、あ、聞かれてる <laughs>。聞かれてる論点も <laughs> 多いですわ。ね。設問数、聞かれてる。何が裂かれてるだよ。さに見えますよ。はい、えー。で、考える時間を減らしては。うん。 いいかあ考える時間を減らしては積極ミスや大把握ミスが生じやすくなりますね。であの考える時間がなかったとしてもあの考える時間を長くしてですねであの「余計なことを書かなければね最低限の合格と案書けますよ」。要は潔さなんすええー!?「潔い答案」ってねやっぱりこのいいですね見てて。 身を捨ててこそ浮かぶせもあれっていう感じですかね。で、その極意を伝授すべく。あのー。端的な表現を駆使して仕上げた現実答案を通じて。まあ、少なくた書いて合格点を取るためのコツを掴んでください。あの大体ですね。あの会社で出世する人のレポートとか見てくださいよ。短いですよ。はっきり言って。あの大体長く書く傾向の人はね。 一般論としてですよ一般論ですよあのもちろん先生それは例外もあるぜと例外もあると思いますよむしろたくさん書いて詳しく述べて論理的にっていう人もいますけど一般的に文章短い書の方が出世してますね究極的にはもう社長とか所長のレベルですねああだってあの事,事務所の所長さんとかのさメ,メールとか思い出してくださいよ短いと思いますよすっげえもう主語述語も省略してみたいな 誰誰当てとか書いてますよ。誰誰様とか。うん、んなんもういらんと思いますよね。うん。はい。で、理想の答案で。えー、理想を知り、合格点を取る。ね。空 <coughs> はもう少なく書いてよ。高得点を取るに越そとないのは分かってんだよ。んなね。んな日を見るより明らかやで。うん。で、それはね。真の理解がされてるからこそ。 端的に描けるんです実は、ええ、ピカソの絵と一緒ピカソもねすげえもうあの普通の人が描くようなうまい絵を子どもの頃から描いてたんですよで大人になるにつれどん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 シンプル化していってなんかこう抽象的な絵になっていったとねだから普通の人が見ると分からんないですよピカソの絵の良さっていうのはでもあのプロが見るとねうわすげえもうなんでここまでね省略できるのかとうんねえ はい、で真の理解のためにはね基本書の表現をできるだけ忠実に、えー、覚え理解することが大切ですと。さらにねちょっと俺オランゲも使いますけどあの現場思考力を駆使しつつ論述しなければならない場面もありますそこで赤ペン、ね、流れバランスを意識しつつ しか、えー、るべきところで大技を繰り出すそうねあの大技ですよプロ野球でいうと満塁ホームランね場外ホームラン大技ですよね、えー、で深みを出していると、えー、理想の答案を通じて投案膨らますテクニックを学び合格点を取るためのコツを掴んでくださいだからね理想の答案も時と場合によってはあの必要になってくるんですよ、えー、ちょっとサンプルで言いましょうかあの 平成16年の商標法でちょっとと説明したいと思い思ます平成16年ってね、あの知ってる舞茸餃子ですわ。ね。雪国まいたじゃありませんよ。舞茸餃子ですからね。うんうん。で、あのー、そうですね。まあ結論から言うと、これ、あの、まあこういう時系列なわけですよ。ああで、オツがね。 あのまあ先に取ってるわけ、です先に出願して、でこうがあの遅れて団体賞票取るさんしょるわけですよこうやってね、まああのこうやって悪いやつを落つ、あのいいやつっていうか主人公をピンクで塗ったりしてねメリハリを出してるんですが、あまあこうこの場合に想定される団体こうの出願に想定される拒絶料をね上げようという問題で。 まあこの餃子を指定商品とする舞茸餃子というだけで三十一行三号を略して採算と四十一行十六余色やね採算余色が来るんですセットとして。であとこれね舞茸餃子と A というのはね類似という設定なのであ餃子は同じですけど商標が類似という設定ですので他人の洗顔登録商標に類似する商標を出願するということで四十一行十一号が来るんですよ。ね だからまあ拒絶理由としてはね「採算41164111」といあ,の再三4 11 4 11 11あこれあの現実答案なんですがあのまあ私の答案のもっとはですねこう見出しをうまくあの見出しをうまく適時するというねまあそこがあの売りですよね。うんまあ、一応今気づいたけどちゃんとあの拒絶の条文もねあちょっと待ってよ。 俺ねあのほらまっすぐ竹を割ったようなスパッとした性格なもんですからちょっとね定規がないと気が済まないんですよああありがたいですこの間ね定規もいたんです先生あの竹をスパ,ッとスパッと割ったような性格じゃけその定規がないとねなんかふにゃってなるからちょっと定規上げますわっつって,言って定規くれた人がいるんだけどあれ定規がないじゃんどこ行ってよおいちょっと待ってね こう,こういうのも面白いやろねさあどこにある定規おありました、うん、ありましたよい、うん、ね拒絶流じゃけほら15条1号とか15条の2もね塗っといてもいいじゃんこれね悪い乗分をね青で塗るとよそれであのー、ちょっとこの三条一項三号に着目してくれよ三条一項三号といえばよ あのー、あれじゃん三、えー、条二項を主張すればいいんだけどねなんと今年の論文本試験に平成30年に3条2項出たやろ趣旨も聞かれたなでこの現実と案だとねまっさり書いとるんよほら舞茸餃子の著名化を根拠に意見書で3条2項の適用を主張するこれだけで終わり採算を回避するためと。ね もう現実やからもう最低限ですわしかし、えー、見てごらんなさいよあの理想の答案ではですね、えー、こんな感じで書いちょるわけですよちょっと待ってねあ,あのこの下から2行目ちょっと見てくれなあ「いたけ餃子のあ著名を家を根拠に、えー、意見書で三条二項の適用書をすると」。

ほらまあ色のルールですとりあえずちょっと俺隠れるけどよなこんな感じやけまあ授業受けたら慣れてくるよはいで,でそれはさておきそれであっ直書きえー、っとオレンジやからほら直書きって <laughs> そういうあのちょっとしたルールだけどね一応例ルールに忠実やけ で理由付け緑じゃろ、うん、慣れてくれよこれはねあの受けてるうちにね自分で決めとる人はもうそれはそれで守っていいからでほら俺書いてるよ平成30年の商標法の一番で,、うん、で得点長年、ね、使用結果あ密接経験顕著性みたいにね覚えさせるんやけど見事に出たやないかなそういう時のためにやはりこの 平成30年の商標法に対応できるためにはやっぱりこの理想の端を見といてよかったということになるわけですよ。おいどうですかそそううでしょややっぱりそうねで例えばあのあの問題はもう見らんでいいけどさあの平成16年ね損害不発性の抗弁も聞いてるんですよ最後のところにね。 であっさり変えてますわもう平和おつの登録商標を使用しないだろう、えー、あの損害のせいを関連しえないことを主張立証すれば損害賠償を棄却に導けると。ただこれもね理由まで聞かれたらどげんするとですかね理由まで聞かれたら困るやろうええー、まあそういった状況下の中でですねあのー、ほら損害えー、あけだしかけだしてあのあんまり。 あの使わないと思うんですけど、まあ、裁判所の判例によるとねなぜならばをけだして表現するんですよけだ、うん、商標法38条3項は同条2項とともに不法行為法に基づくあ不法行為に基づく損害賠償請求において損害に関する被害者の主張立証責任を軽減する旨の規定であってこれもちょっとアンダラ赤アンダラ引っ張っといていいかね 商標法3条3項はあ被害者の主張立証制限を軽減する趣旨の規定なんだよと。で損害の発生していない、えー、ことが明らかな場合にまで侵害者に損害賠償義務があるとすることは不法行為法の基本的枠組みを超えるというほかなく同条3項の解釈として取りえないとからであると理由もばっちりやろそういうことなんだよなあ あとねそうやなあのー、平成17年にもちょっとね言及した方がいいかないやいや平成16年でいいわ平成16年ってね、あのー、非常に古き良き時代のあ問題でしてねうんそれであのー こんな感じの問題ですよ平成16年の一番でほらねえすごく平和ですよねうんこれで終わりですよこれでさ、えー、説問2ですかねこれまあ簡単に言うと29条の2のねえー、大国語特許素顔バージョンなんですよええー、それでまあ基本知識として 外国語特許スガンが、あの拡大された千賀の地を有するためには。あのきちっと翻訳も出して、見なし取り下げがされないようにしておく必要があるんですね。で、そこをね、まあ、あのなんだ、現実の答案では、えー。今一応書いてるんだよ、理由付け、ほら、いやよの十三かっこわきで。正規の国内スガンしての効果が、我が国で確定するのは翻訳文の提出などの。手続きをした時点であり。 翻訳文不定数の場合には明細書等が存在せず線画の地位がなくかかる素眼に拡大線画の地位を与えるのは適当でないからであるって書いてるやろああねうんそれからねあのー、この東京公判無作意味電動性繊維事件というのはねまあ要するはねパリ優先検証を伴う特許素眼が拡大す事件 された線画の地位をの適用を受けるにあたってはね。どのように相手の出願を拒絶するのかっていう。これはね、あのー、国内優先権との比較とにおいて考えると、いい国内優先権は後の出願が公開されると、先の出願が公開されたものとみなして相手方出願を拒絶しますね。41条参考により。しかし、パリ条約による優先権はそういう規定がないもんだから、どうなるのかわからないんですよ。 だからこの昭和63年9月13日東京後半の電動性繊維事件があるわけです、ね、で理由付けまあ分量見てください、まあ、別にこれ解説講座じゃねえんだからこの程度ですところが理想の答案となるとですねなんとフルバージョンですよ、ね、ほら電動性繊維事件の理由付けも123456行にわたっとるしそしてその何年、ね あいやいの13の青本もねほぼフルバージョンで 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 行ですよ、ね、だからやっぱり青本をなるべくその丸写しできればそれにこしとはないわけじゃんうんでも実際問題としては時間がないまあだから理想とは違って圧縮気味のね答案をあの開示しとるとそういうことなんですよ。わかった、はい でえー、理想と現実の使い分けはそういうことです。であとねこの講座の売りはもう一つありましてね、えー、っと平成13年以前に条約が出とったんですよちょっともう色がねあんまりねえからちょっとミドレンジャーで塗るけどね平成13年以前の条約去問は出題予想の,あの宝庫なんです。ね、例えば平成27年の,あの 特実位置でね、パリ優先権の趣旨が聞かれてるんですけどこれね平成12年の条約と似てるんですよ私が分析した結果ねで平成ちょっと色を変えとこいいか平成29年に国際調査ネタが出てますわなこれはね赤、まあ、レンジャーがいいかな赤レンジャーで塗るけどこれねあの平成12年13年の条約2が似てるんですよおい。 そして国際出願制度が設けられた趣旨とかね平成29年の特実位置でその国際出願日認定要件が聞かれてますわこれはね平成10年の条約2に似てるんですよ、ね、そうするともちろん皆さんこうやって突っ込みを入れると思います今年の特実つまり平成30年の特実一で特許法条約が出ましたけどこれはじゃあ先生13年以前の 条約んでで出てるんですかと聞かれた場合に私はこう答えます。そり,そりゃあ本法初邪権そりゃ載ってないよと。しかししかしですよ平成11年の条約でもうこの時点であ出たと思ってるしね平成11年条約で俺がうか受かった年ブダペストが出たんですよええー、それがもう当たってますね。いや全然違うじゃないですかああのブダペストと あのなんだ特許法弱 PLT 全然違いないですかもう180度ぐらい違うじゃないですか、うん、でも当たってるっていいからなぜだと思いますあの平成11年にブダペストが出たっていうことはですよとんでもない条約が出たっていうことなんですよ、ね、で今年の平成30年もとんでもない条約が出たと今で予備校でもあんまり教えんようなそういうことがありうるんだぞとちょっと青で塗るけどねあんまりよろしくない状況だから ブダペストジョークだからねこういうこともありうるんだよということをこの講座を通じて皆さんに伝えることで免疫力がつくとねだからあのまあそういうことあるんだっていうね経験をしているだけでもう皆さんはねなんだブダペストに比べると PLT ってまだ可愛いもんだなって思えるようになるわけですよ。だって載ってるじゃないパあのこういうね市販の方分子にも。 特許条役なんて俺が受かった年のブダペストなんて乗ってないからねはっきり言ってうんこれ乗ってるよまだ特許法条役確かあれ乗ってないわなんでよな乗ってないわ俺が使ってるやつあれないなぜだ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 あ乗ってるよ933 933俺が使ってるのちょっと古いかなと思ったんだけどあっってるわ東京条約ねだからそういう時にもうね基本は1条から見ていくんだよこうやってあーどうだうーんとか言ってねそして、まあ、パーッと見ていくと、まあ、優先権が出てきたからこの辺からちょっと本腰入れて読む代理でもねえわ通知でもねえ11期間に関する救済この辺かなっつってね見ていくそして12条 回復13条まであるとねあのほらこれです「優先権の主張の訂正、まえー、追加優先権の回復」で括弧に「後の素顔を遅れてすること」ほらだこれだったんですよ答えは。 定約国は15条の規定を考慮して先の制に基づく優先検証を伴う出願当該主張を伴うことが可能であった出願の出願日がその優先ほら出願日が優先期間満了日の5で後であるが後であるがねえー、しかし規則に定める期間内である場合にはね 次のことを条件として、自国の官庁優先権を回復するために規定する。そう。今年の平成30年、特日一の設問1はこれを書いて欲しかったんやわね。だからそういうね。免疫力がつくんですよ。昔も変な問題出てたからね。うだからその免疫力をつけるという。あの、そういう意味で、あのやはりこの理想源やってほしいなと。で、抗議進行。お の、あの、モデルとしてはね、あの、初学者の方はね、まず、あの、聞いてくださいよ。うん。初学者の方、もういきなりでいいです。うん。講義を、まず、視聴しましょう。いきなり。一緒に。ね。で、現実とは理想と答案から、あの、学んで。その後、こう、過去も解くと。ね、忘れた頃に。そしたら、ちょうどいい塩梅に。忘れて、ちょうどいい塩梅に覚えてるから。まあ、実力を発揮しがいがあると。 逆にね学習経験者も聞く前にちょっと解いてください自分なりにそれでその後視主張すると、ええ、それで現実とは理想とんかはか自分に足りない部分を知ってより完成度を高めていくというねまあだから初学者の方でもいいしあの学習経験者の方でもね十分にこの聞きがいのあるうん。 何たってあの市販の問題集になって過去56年しか載ってないんだから、ね、やっぱりこの21年分といいうのは相当すごいですご、ね、であとねあの取り扱い問題のステータスここは分かりにくいんで今説明しますとね実際に私があの収録するのは16年から、まあ、30年、ね、こういう感じであのやっていくんですよ。ね 1> あの第1回目から15回まで161718とでちょうどいいやんべにね16なんてさっき見ましたけど古き時代の牧歌的な問題が出てるわけですもういわば基本的なね十16年も簡単ですようんそれで17年もねあんまりむ難しくないよほら見,た見るからになんか問題文も短いしよなあほら短いわ平和やね で今に至るあのどんどん難易度がね高くなってくるからね。で14と15はあの講義がないっていうのはねどういうことかというとあの基本的に16から18までしか振る講義はやらない。で理想の答案と現実の答案両方ついてるんですよ。 で、えー、14と15はもう全く抗議はしません全く抗議はしませんよただ現実と案はついてますからちゃんとねそれ見て学習してくださいええー、で10から13についてはね、あのー、10111213ということで、あのー、条約の問題だけね抗議で扱いますただあのー、現実と案のみですよね うん、もうあ,のあんまり理想の答案やってもねしょうがないんでね。うん、ということで、えーまあ、10から15は基本的に抗議はやらないのだが、ね、現実答案はつけますがあ16回目と17回目は条約の、あのー、4年分これはやりたいと思います。ね まあ、そそれでででいいですかねそんな感じで条約2問ずつ出てたからまああのー、合計4問やるんだよ。4問4問。えちょっと待ってよ。一二。そうやね、うん、2年分だから 2×2 で4問分やね。うん、ということでえー、あのー、この16から 30は理想の答案現実の答案もついて講義もついてます。でこの16回と17回は講義はついてるけど現実の答案だけです。で残りはあの答案案もついてません現実の答案の答みです、ねまあ、答え答えだけ見てあの勉強してくださいと。 自学自習だな。うん、それによってな値段の跳ね上がりをあの極力抑えてるんですよ。全部俺が抗議するともっと <laughs> 値段高くなるしね。うん。これはもう皆さんがあのリーズナブルにあの受けられるようにするための工夫だと思ってくださいね。車なんかでもよくあるじゃない。あのあのエンジンはすげえいいんだけど、あの内装をパッとしなくすると、それによって極力ね、えー、いい。エンジンの車を極力安く。リーズナブルに。 こう買っていいいたただきたいというねそのメーカーの気持ちを分からずにね内装がダメだの,あのオーディオが駄目とかねあの批判する人はいるんだけどそれはまとえてないそれもメーカー側の粋な計らいを理解しろよと言いたいね俺はそういうのが分かってない人たちはね買わなければいいだけの話です文句は言うなと。 ね、だ俺もそういうことや俺何手抜いてるんですかって言わんといてくださいあの。なるべくリーズナブルにこの金額が跳ね上がらないようにするための策だからね別に俺はあの授業やってもいいんだよ、うん、もうむしろやりたいぐらいなんだけどでもそうするとこれがよあの10万ぐらいになったりするわけじゃん。ね、それを極力抑えるために16年以降フルバージョン、ね、講義もやる。 でそれ以下はああそれよりもっと昔はもう講義はやらんでも条約のところはやる答案は現実答案のみという感じです。わた値段はこれね795あそれであのいつまで聞けるのかいつまで聞けるのかあこれだウェブ視聴期限来年の7月31日まで聞けますよ。 ね、でもだからしてあのギリギリに申し込んでもあんまり意味がないからね。はいということですと。うん、1から15回は確年あ1年分ずつやるってよってよだから、ね、1年分ずつやりますよと。うん、もう一回まとめようかあのもう分かった俺,俺が言いたいこと伝わったうん あレジュメは全部俺が手が手けてるからねあのだからいろんな先生の答案が集まっててなんか違うぞと雰囲気がそういうことはないんで軸がぶれません軸がぶれないっていうのはすごく重要なことなんでね最後にまとめますよこの構造を取るメリットは、まあ、軸がぶれなくなるとうんうんそれからズームワイドの力がつきますよ 要は少なく書いたりも多く書いたりもできるようになると暇な時はたくさん書く忙しい時は少なく書くとねまあそんなんですで平成16平成17平成18平成19平成20平成21平成22平成23平成24平成25平成26平成27平成 平成28平成29平成30まで業をやってみます毎回ね1215回やろ34567891011112131415ねであのー、なんだ現実理想を。 がでえー、っと平成えー、っとどうやって書こうか平成10平成11平成12 平成13平成14平成15でいいんだっけ ?123456 ね。これはあのこれだけ現実答案はつくよとあとあの理想の答案はつかないよとうん。でそのうちえー、っと10から13の頃はねあの条約という科目がありましたので。 えっと条約については抗議ありとこういうことですよ。これでだいぶ分かってきたでしょう。ね条約については抗議あり。これがあの十六第十六回第十七回ということです。ほらだいぶ分かりやすくなったやろね、えー。まあそんな感じですわ。 ええー、でねまあお礼ほどの力はつかなくていいんだけどほら何年にどういうテーマが出たっていうのが大体ねパッと分かるようになればもうそれは合格水準に達してると思っていいですねもうどの論点が何年に出たっていうそれが分かるぐらいまで勉強したっちゅうことやからよしそんなもんでい,いいかね だいいたた尽くしたゴールドウェブだから画像もいいからね。うん、よーしそれでい、えー、ってみようぜ皆さんねもうほんとねここまで気合いの入った論文・学問対策講座他にあるだろうかないよっていう感じだからねうんじゃあこの辺で終わるわ。ははいそれでは、えー 宮利の「理想と現実とは論文過去問21年分」これのプロモーションビデオを終わりたいと思います。